はい、どうも皆さんこんにちは、ゆうつべ先生です。ということで今回はですね、ガウス積分っていうのについて話していこうかなっていうふうに思うんですけど、この積分ってですね、まあ、この確率統計とかでよく出てくるんですね。なんかこう正規分布とか言って、こう山の曲線があって、まあ、それがね、z イコール e のマイナス x 二乗みたいな感じの関数になってて、でそれを全域で積分すると、まあ、全確率1が求まるみたいな感じで、まあこれは、まあこれの場合だと、x 軸が調整されてないんで、まあ積分しても1にならなくて、まあ 3.14 のルートとかになってしまうんですけど、まあそういうような感じで、よく使う積分だったりするんですけど、なんで今日これを取り上げようかと思ったかっていうとですね、まあ、この積分ってですね、まあ、よく定期テストとか出てくるんですね。でそれがなんでかっていうと、まあ、この大学1年生の微積で習うあのヤコビアンだったりとか、まあ、講義積分だったりとか、あと重積分の話、まあ、積分かこれってなんか普通の積分に見えてすごいめんどくさくてですね、一回これを2乗してあげてから変数変換して最終的に公義積分するみたいな感じで、でそれでルート取ってルートバイに戻ってくるみたいなことをしなきゃいけないすごい変わった積分なんですけど、まあそういうような感じでこの1個の積分だけで1年生の微積で習う内容がたくさんカバーできるっていうこともあって、すごいテストに出やすかったりするんですよね。ということなんで今回はですね、まあ、そのガウス積分ってやつのその変わった計算方法っていうのも紹介しながら、まあ、このあたりのね、ヤコビアンっていうその変数変換に使うやつだったりとか、あと公義積分っていうね、まあ、これはあんまり重要じゃないんですけど、あとはこの積分×積分って言ってね、まあ、このインテグラが2つかかって、でそれが重積分になっていくみたいな式変形があったりするんですけど、そのあたりも同時に解説していければなっていうような感じでやっていこうかというふうに、思っております。ということで早速やっていきましょう。ようつべ先生の数学教室。はい、ということで早速ガウス積分やっていこうと思うんですけど、まずはですね、ガウス積分全体の解き方の流れみたいなのを、解説していこうと思います。で、ガウス積分というとですね、まあ、これのことですね、この e のマイナス x 二乗っていうのが、いわゆるガウス分布っていうこういう山なりの曲線のことなんですけど、これの面積が今ルート π になるってことを示したいっていうのをやってるわけですね。で、まあこれが、マイナス無限大から無限大の積分なんで、まあ1個目のポイントとしてね、まあこれが公義積分っていうふうに言われるやつだったりするんですけど、じゃあそれをどういうふうに求めるかっていうとですね、これが今ルート π っていうふうに、なんか π にルートくっついてる形になってるんですよね。で、これって、どないしたら出てくるねっていうことがあるかと思うんで、まあ、これをね、今 i っておいて、i 直接求めるんじゃなくて、これ i の2乗を求めるっていう、まあ、そこで考えていくってことをやるわけですね。まあ、だから、i の2乗が、まあ、π になればいいというのを今から示していこうということなんですね。まあ、ルート π って難しいじゃないですか。で、どうするかっていうとですね、まあ、ここで、初っ端からね、もう出花くじかれる感じがあるんですけど、このマイナス無限から無限の、まあ、こいつを2乗するわけですよね。で、これ2乗するんですけど、まあ、これ全く同じやつ書けるんだけど、なぜかこれが、パラメータが1個増えます。これが、マイナス、y の2乗の dy と。まあ、こんな風になるわけですね。まあ、これが、ま、1個目の謎だったりするんですけど、まあ、ここでね、もう1個追い打ちかけてくるのが、まあ、これを展開しようという風に思った時に、なぜかこの積分記号っていうのが、左側によって、これ全部、括弧外すことができるんですね。まあ、e のマイナス、こう中身掛け算して、まあ、こんな風な、いわゆる、ま、重積分になるわけですね。だから、公義の重積分になるわけですよ。だからこっからここっていうのも、割りかし謎なんじゃないのっていうところが、まず1個目で、だこれが2つ目のポイントですよ、ということなんですよ。で、これはまあ、後で説明するとして、もう今やっててもしょうがないんで。で、これの捉え方なんですけど、まずですね、ここの部分、これちょっとまとめれるんで、まとめておくと、まあ、こんな感じになりますよね。e のマイナスの x 二乗足す y の二乗、これの dx dy となるんですよね。で、こうなった時にですね、どういうふうに見てあげればいいかっていうと、これを、ここが高さになってて、これ底面積って、こんなふうに捉えてあげればいいってことなんですね。だから xy のパラメータで表された高さっていうのをかける dx dy と、まあ、それのパラメータで区切られた1個あたりの底面積と、まあ、こういう形になってるんですけど、まあ、これをそのまんまこのマイナス無限から無限で求めるっていうのはなかなか難しいんで、まあ、こいつをちょっとね工夫してあげることが必要があって、まあ、ちょっとねとりあえず図示してあげると、こんな風に、縦横が dx dy になってて、でそこからここの高さね、曲面までの高さっていうのが
こんなふうに xy の二変数関数で与えられているような、体積を求めようっていうふうに言ってるわけですね。なんかこの底面積 dxdy かける高さこいつっていうふうにすると、この直方体になりますよね。でこの直方体っていうのをこの実数域全体で足し算してくださいっていうのが、まあ、今回の重積分になってくるわけですね。でこれもうちょい見やすい図でいくと、まあ、こんな風になってるんですけど、これね、さっきと同じじゃないかっていうふうに思うかもしれないですけど、一応これ違うのは、これが奥行きが y 軸になってるってところなんですね。だからこいつ上から見てあげると、まあ、こんな感じで直方体の底面の部分になってて、まあ、これが高さですよってことなんですね。でこういうふうにして求めるのが今ちょっと難しいんで、ここで、3つ目のポイントが出てくるわけですけど、これが、まあ、いわゆるヤコビアンってやつなんですね。ヤコビアンを使ってこの xy による積分っていうのを、rθ の積分に変えるっていうのをやっていくわけですね。でこれはどういう考え方かっていうと、ここに x2 乗足す y2 乗ってあったじゃないですか。これを、まあ、こんなふうに半径を使ってあげるとですね、ここ今直角三角形作ると分かると思うんですけど、ここ横が x で縦 y じゃないですか。でこれのここの直角三角形ここの直角三角形、見てあげると、ここの半径っていうのは r の2乗イコール x 2乗プラス y 2乗っていうふうにピタゴラスの定理使いますよね。でそうするとこの高さっていうのがもっと綺麗な関数で書くことができて、マイナスの r の2乗と、まあ、つまり半径によってのみ決まってくる関数だっていうふうに言ってるわけですね。でこれはなんとなくイメージがつくと思うんですけど、まあ、こんな風に横から見た図でも大体わかると思うんですけど、半径が一定のところだったら、まあ、お山なんでね、まあ、ぐるっと一周高さが一緒なわけですよ。だからぐるっと一周高さが同じやつで、このお山を捉えてあげることによって、違った分割の仕方でこのこいつのお山の体積を求めていくことができるっていう風な、考え方になってくるわけですね。でまあ実際どういう風にしていくかっていうとですね、まあ、こんな感じでいいかな。ここに今 xy 座標っていうのがあって、これ上から見た図ね、また同じなんですけど、ここの底面積っていうのが今 dxdy じゃなくて rdθdr っていうのに変換してあげるっていうのがあるわけですね。でまあこれ何を言ってるかっていうと、今これここの高さっていうのが e のマイナス r2 乗っていうふうに r の関数で、まあもっと広く言うと rθ の関数で表すことができますよね。 rθ の関数だけど θ には関係ないってことですね。でこいつがあったときに、まあ、これ重積分していくってことなんですけど、まあ、基本的に積分っていうのはこれに dxdy とかくっつけたら今うまくいかないんですよね。この dxdy とここの高さの関数っていうのがちゃんと連動しないといけないんですよ、この、ね、底面積っていうのとね。だからここの高さが r の関数で与えられたんだったら、こいつも r とか θ で分割していかないといけないっていうふうになるわけですね。まあ、そういうルールがあるとことなんですよ。でまあそういう考え方のもとにやっていくとですね、ここの高さが e のマイナス r2 乗っていうふうになってるんだったら、ここをですね半径でねこう区切っていって、バームクーヘンみたいに分割していって、でまあもっと細かくやるんだったら、ここ θ っていうのと θ プラス dθ でこんなふうに区切っていって、まあ、全体をね、なんかこう蜘蛛の巣みたいな感じでこう分割していくんですね。まあこんな感じで、だから一周0から 2π っていうのと、半径が0から無限大っていうのを組み合わせて、この領域を変換してあげるっていうのをやるわけですね。でそうすると、これ1個あたりの体積っていうのが、rdθdr っていうふうになって、っていうのはここの横の長さっていうのが今 dr で、ここの円周方向の長さっていうのが、扇形なんで rdθ ですよね。ってことで、rdθdr っていうのになって、まあ、これがいわゆるヤコビアンっていうことなんですけど、まあ、それを使ってこんなふうに表されるわけですね。でまあそんなふうにしてやっていくんですけど、まあ、これね、見てもらったら分かる通り、これ全部足し合わせるんだけど、先にここの円周に沿って足し合わせてあげると、これ高さが θ 方向に変化しないっていうのがあるんで、まあ、いわゆるバームクーヘン積分っていうのになるわけですね。だそれやってあげると、まあ、0から無限大と、この r っていうのは今ストップさせた状態で積分すると、まあ、e のマイナス r2 乗っていうのをかける、この dθ っていうのだけね積分されて、あとは定数扱いで r ストップしてるんでっていうふうにすると、これが e のマイナス r2 乗かける 2π ですね。これ0か 2π なんで、これで 2πr の dr と、まあ、こんなふうになるわけですよ。でこれが、まあ、バームクーヘン積分っていうやつで、まあ、この山っていうのを、バームクーヘンみたいな感じで、積分していった時のこの分割した1個あたりっていうのが、まあ、こいつになってくるわけですね。っていうことで、計算すると結局マイナス π かける e のマイナス r でしょ、これが原子関数になってて、で0から無限大と、
で、ここに無限大っていうのを放り込むと、E のマイナス無限大乗っていうことになるんで、マイナス π かける、これが0ということですね。で、0と、こっちがまあ0に近づくってことなんで、この辺がまあ公義積分なんですけど、ここ代入すると、こっちがマイナス π ですよね。だから0マイナスマイナスの π っていうことになって、結局のところ、まあ π と。で、これを最終的に i の2乗っていうふうになってたやつなんで、まあルート取ってあげると、まあ、これ消えて、ルート π と。まあ、こんな風にして、ガウス積分が求まるわけですね。まあ、という感じでね、ガウス積分自体は求まるんですけど、まだここのね、積分×積分の変形のところで、わかんないところがあってね、ここはなんでこう二重積分になって、このインテグラルが左に寄ったりとか、こういう変形ができるのかっていう、その部分がね、納得できてない方もしかしたらいるかもしれないんで、そういう人たちのために、後半解説していこうかなっていうふうに思います。はい、ということで最後にですね、この積分の2乗っていうか、まあ、積分×積分の計算っていうのが、まあ、どういうふうにしてこの重積分っていうのに変わっていくのかっていう話をして終わりにしようかと思うんですけど、これですね、もともとどういうふうな式だったかっていうと、ここの dx によるこの積分っていうのは、この x 軸に沿って、ここの e のマイナス x 2乗 ×dx というこの長方形を足していくっていう演算だったんですよね。で、それがなぜかこれ2つ掛け算することによって、今どうなったかっていうと、この dxdy っていうのがこれ底面積のことなんですけど、まあだから底面積かける高さで、ここの直方体の体積っていうのを xy 平面全域で足してあげるっていう、そういう計算になぜか変わったわけですよね。だからこの線で積分してたやつが、一気にこの実数域全体の積分に変わってしまうっていうね、その謎の話があるんですけど、それがなんでなのかっていうのを話さないといけないってことなんですね。で、そういう話をするにあたってですね、僕が考えた秘策があるんですけど、まあ、これ結局ですね、まあ、ポイントとしては、このインテグラルってあるじゃないですか。これって結局、無限和のことなんですよね。無限和、ここですね。だから無限和なんで、無限和の2乗っていうことは、無限和×無限和っていうことなんで、いわゆるこの分配法則っていうのを使ってあげないといけないわけなんですね。だからそういうのがあるから、この x っていうのから、パラメータが y がもう一個増えて、こういう重積分になっていくっていう話なんですよ。で、これを、まあ、無限和の状態でやっててもね、ちょっと話が難しくなるんで、もっと簡単な例でね、例えば、じゃあ E の K 乗、まあ、これを K イコール1から3までで、3つ分足し算しましょうっていう、まあ、こういう和の2乗を考えてあげようのを今やってみようってことですね。で、これやるんですけど、これってまあ式で書くとですね、実は全く同じような形になるんですけど、こうなるんですね。K イコール1から3までの、まあ、こっちは同じなんですけど、まあ、ここの相似の K っていうのが、今 K だけじゃなくて L っていうのも登場させることができて、L イコール1から3までの E の L 乗と。まあ、こんな風になるっていうのが言ってるわけですね。で、これを計算するときに、最終的にどうなるかっていうと、K イコール1から3までの、なおかつ L は1から3ということになって、E の K 乗、E の L 乗と。まあ、こんなんが出てくるよっていうのが、この20番のところで言ってることなんですけど、これ全く同じ式じゃないですか。この2乗ってやつが変数を増やして掛け算になるというふうになって、でそこからシグマがこうね2つくっついて、こっちはインテグラルですけど、こんなふうに20番の公式になると。で、図示してあげると、ここに横軸 K と縦軸 L っていうのをふうにやった時に、横が123っていうふうに動くわけですね。で、123なので、L の方も、まあ、123と動くわけで、で、その時のこの全部足し算するっていうのはどういうことかっていうと、この E の K かける E の L 乗、まあ、K たす L なわけなんですけど、ここが E の2乗で、まあ、こんな風になって、この K と L が全部クロスしてる領域でね、K イコール1から3っていうのと、L イコール1から3っていう、この領域が掛け算になって、この面によって、和を取っていくっていう、まあ、そういう20和になってくるわけですね。だからこの E の2乗とか、この KL の値によって、例えば22っていうところだったら E の4乗とかっていうふうにここなるわけなんですけど、まあ、それを全ての K と L の組み合わせについて足し算しなさいよっていうことになるんですよ。で、これって結局ここでやった面積分と同じ話になりますよね。で、これがどういうことなのかっていうことなんですけど、結局ですね、これをもっと簡単に書き下してあげると、まあ、分かってくると思うんですけど、まあ、いわゆる分配法則っていうのがさっき言った通り成り立ってて、 E の3乗をかける、まあ、こういうふうにやったときにですね、例えば、まあ、これって今結局どうなるかっていうと、この E ってとこから1乗、2乗、3乗っていうところに全部分配するし、2乗っていうところからも1乗、2乗、
3乗っていうふうに分配するしってことで、3×3 で9個出てきますよねっていうのを言ってるわけなんですけど、じゃあこれを使ってそのこの20話の公式説明しようとするとですね、例えばここの e の2乗っていうのを取り出してきて、こっち側の足す段から1個取り出して右側の括弧に分配するっていうふうにやると、e の3乗足す e の4乗足す e の5乗っていうふうに、ここ全部に対して e の2乗っていうのがかかってこっち側で足し算するっていうふうになりますよね。でこれが何かっていうと、この部分なんですよ。例えば e の k 乗っていうのを取り出した時に、これが全部 k イコール1から3まで分配されるわけですよね。で分配されて、この分配されたやつをさらに k イコール1から3で足し算していくというふうになるんで、結局の話これ全部こっち側の括弧に1個侵入させると e の k 乗かける、e の l 乗っていうふうになるんですけど、今 k が止まった状態でね、でそれで l イコール1から3まで分配すると、でそこからこいつをさらに k イコール1から3までで足し算するっていうことになるんで、だから一回 k をストップさせてここで分配させたわけですね。でこれで分配したやつを1から3で動かして、最終的なこの面の20話に変わってくるよっていうのをやればいいわけですね。そういうふうにすればこの20話の公式が得られて、最終的にねこっち側にもつながってくるよっていうことでね、この和のあたり、和の1個あたりを取り出してあげて、これで分配してあげるとっていうふうにすると、この細長いね線積分みたいなのが得られて、それを次マイナス無限から無限で x 動かすから、これ全体の積分になって、で結局この20積分が得られましたよというようなところで、やっていけばいいわけですね。じゃあ